見つけたよ。新鮮だ。やったね。久々のごちそうだ。抵抗ペンギン。食人一家で育つとどうなるのか。パンダさん、上の空で仕事が手についてませんね。仕事してないのはいつものことだろう。え、何があったのか気になるって。誰も言ってないぞ。実はさ、いいお肉が入ったから今晩はごちそうなんだよね。いいお肉ですか。羨ましいですね。こっちみんな。あ、そうだ。せっかくだから二人とも僕の家に来ない？一緒に夕食を食べようよ。いいんですか？もちろんさ。いつものパンダとは思えない太っ腹具合だな。美味しいお肉食べて嫉妬の炎に焼かれてもらいたいからね。割といつも通りだ。ごちそうだぞ。それは俺も言っていいやつか。上司、もちろんです。よし、そう決まれば今日は仕事をすべてペンギンにおすすめでパンダの家に行くぞ。はい、やったー。くそか。ここが僕の家だよ。パンダはこんなところに住んでいたのか。二人とも入って入って。お邪魔します。紹介するね。こっちが僕の両親で、こちらは僕の上司と後輩のシャチ君。なぜ人間からパンダが生まれるんだ。突然変異ですよ上司。それにしても突然すぎるし変異すぎるだろう。あの、すみません、突然押しかけてしまって。気にしないでください。こちらこそいつもパンダがお世話になっています。それほどでもありませんよ。上司さんは本当にそれほどでもありませんからね。さあどうぞ。わーい、いただきます。すごくいい匂い。いただきます。なんだこの匂いは。いただきます。やっぱり最高だな。めちゃくちゃ美味しいです。こんな美味しいお肉もう何年かぶりに食べましたよ。まずい。ちょ、何してるんですか上司さん。 お口に合いませんでしたか。なんだこれは。食感も味も全てが最悪だ。そうですか。とっても美味しいですけど。そうですよ上司。もしかして上司って偏食なんですか。味付けも失敗してないと思うんですがね。俺の味覚がおかしいのか。ペンパイ、おはようございます。シャチ、昨日の今日でよく堂々と挨拶できるな。すみませんペンパイ。でも最高に美味しいお肉でしたよ。素なのか、それとも分かってて煽ってるのか。もう何年かぶりにあんなに美味しいお肉食べました。冗談だろうシャチ、今まで食った肉の中で一番まずかったぞ。長司さん、やっぱり失礼ですよ。本当にまずかったんだ。いや、まずかったというよりまるで体が受け付けなかった。人肉でも食べたんじゃないか。ああ、それですペンパイ。どうりで美味しいし、久しぶりの味がしたわけですよ。は、人肉を食べると。人肉？おい嘘だろ。俺だって冗談のつもりで。いえ、完全に人肉です。あんな美味しいもの間違えるはずありません。本当に人肉だって言うのか。人は人肉を食べることに生理的嫌悪感を覚えるとされているんだ。もしかしたら本当に人肉だったのかもしれない。だからすぐに吐いてしまったのか。もし人肉だったとしたら、すぐに吐き出したのは正解だ。人肉には病気のリスクもあるからな。何？プリオンと呼ばれる成分が体のタンパク質を異常プリオンに変え、脳細胞を蝕んでしまうんだ。脳を蝕む？最悪じゃないか。プリオンの影響で空流病にかかれば感情をコントロールできなくなり死に至るらしいからな。やべえ。まさかパンダさんも人肉が好きだったなんて。今まで以上に仲良くなれそうです。シャチ、パンダには何も言わない方がいい。どうしてですか。確証もないのに人肉を食ってるだろうと疑うわけにはいかない。それにもし本当に人肉なら、それはどこから調達したんだ。まさか誰かを。自分だって何年も我慢してるのに。その何年前かのことは聞かないでおこう。おはようございます。パンダ、昨日はごちそうになったな。それでその一体あれは何の肉だったんだ。おい、はっきり言わなければいいだろう。確認を取るだけだ。昨日のお肉。まあ何のお肉かなんてどうでもいいじゃないですか。はぐらかしましたよペンパイ。これはもう。実はペンギンがな、どうしても食いたかったってうるさいんだ。そんなこと言ってないぞ。何のお肉か調査してこい。これは上司命令だ。まったく、ペンギンは食い意地がすごいね。しょうがないから今日ご馳走してあげるよ。いやけど今日も大量の仕事が。仕方ないなペンギン、今日だけは定時で上がっていいぞ。クソ上司か。
さあどうぞ。一見うまそうな普通のステーキだな。ラッキーだねペンギン、今日はスープもあるんだ。なんだこれ、もろ血の匂いがする。うわっ、これはもう隠す気すらないのか。なあパンダ、どうしたの、食べないの。俺は食べられない。これ人肉なんだろう。畜産と食人。どうしてこんなことを。僕の家系は人肉も普通に食べる家系なんだ。世間が人肉を食べることを悪としていることは分かってるよ。でも僕は納得いってない。だから3人を招待して様子を見たんだ。3人を味方につけて食人という文化を普遍的なものにしたかったんだ。何も知らなければ普通に食べられると思ってたんだけど、上司やペンギンを見る限りそういうわけでもないみたいだね。当たり前だ、人間の肉を食べるなんて許されることじゃない。でも人の肉を食べることと牛や豚を食べることの何が違うっていうのさ。人間社会の秩序を保つために人は人を殺すことを禁じているんだ。なら死体を食べるのはいいよね。生きている動物を殺して食べるよりずっといい。人は死んだらただの肉になるわけじゃない。個人への思いがあり弔いたいという思いが生まれる。だから葬儀という文化が生まれたんだ。じゃあ畜産の一環として最初から人間を食べるために運用するのは。そんなことは非人道的だ。牛も豚も畜産してるよね。なんで人間だけダメなの。どうして人間だけ特別なの。あ、ペンギンの言ってることは結局種差別でしかないんだよ。それでもペンギンが正しいと思うなら僕たちを捕まえればいいよ。種差別。俺は何も言い返せなかった。ペンパイ、種差別とは何だ。人以外の生物に対する差別だ。パンダは人が生きている牛を殺して食べることが許されているなら人間を食べることも許されるべきだと考えているんだろう。なるほど。でも確かに生き物を平等に考えれば人肉だけ食べないのはおかしいですもんね。だがしかし人の死体を食べることなんて。少なくとも俺たちはそういう倫理観のもとに生きているわけだからな。人間の本能。ペンギン、それが君たちの答えなんだね。ああ、確かにお前の言う通りだった。牛や豚を食べることと人を食べることとの違いに明確な答えは出せなかった。ならどうして。本能に従ったものだ。人間は長い歴史の中で食人を禁忌としてきた。理屈では説明できなくても本能的な判断がそういった歴史を作ってきたんだ。その本能だって植え付けられた価値観でしかないかもしれないんだよ。分かってる。だからこの判断を盲信することはしない。今回の一件でいいきっかけができたよ。俺たちが当たり前に食べている牛や豚をはじめとした生物の命、人類はその仕組みやあり方について考えなければならないことは多い。いつかその答えが出る日までは歴史が紡いできた判断に身を委ねようと思う。こんにちはペンギンさん。ブラック、覚えてていただき光栄です。ブラックチャンネル見てるぞ。休憩中に楽しませてもらってる。カカカ、某企画に休憩なんてないでしょ。いつ見てるのか謎ですがありがとうございます。それにしてもプロゲーマーや国民的アニメとコラボできるなんてすごいな。後ろ盾が強力なので言っていいのかそれ。単純にブラックの魅力が人を引きつけてるんじゃないか。嬉しいことを言ってくれるじゃないですか。これからもどんどん鬼ヤバな動画を撮っていきます。楽しみにしててくださいね。ブラックチャンネル俺もおすすめだ。あらゆることの裏側を暴くため俺ちゃん一切妥協してません。 This is entertainment。 ブラックチャンネル。パンダさん、昨日は仕事変わってくれてありがとうございます。気にしないで、お互い協力して頑張ろう。お前はサイコパスのパンダ。詳しくは僕が登場するサイコパスに共通している特徴3選をチェック。次回予告で格作を宣伝するやつがあるか。次回はサイコパスとソシオパスの違いだ。間違えるなよ。ちなみに来週の僕はサイコパスじゃないよ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの。俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。